い、皆さんこんにちは、マトです。本日はですね、こちらを紹介していきたいと思います。じゃじゃんと、はい、こちらですね、健康トキナーからですね、11月18日に発売された、昨日ですね、ホワイトミストナンバーワンになります。まあ、ちょっとこのパッケージに映ってある通りなんですけども、オールドレンズの描写のようにっていうのがですね、テーマになってます。で、早速ですね、このフィルター使って朝撮影してきたので、装着時と未装着時の比較だったりとか、あとは使用した乾燥ホワイトミストを使った構図の組み立て方などですね、説明していきたいと思います。で、このチャンネルではこういった機材のレビューの動画の他にも、レタッチの動画だったりとか、あとは実際僕が撮りながら解説している動画だったりとか、カメラ写真全般に関する情報を扱っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録とベルマークの通知のほどよろしくお願いいたします。それでは早速ですね、ホワイトミスト解説していきたいと思います。で、まずですね、説明する前に、このホワイトミストが展開されているレンズの口径と値段になりますが、まあ、このようになっております。まあ、結構レンズの口径もある程度網羅されてるかなと思うので、一般的なレンズ使ってる方であれば大丈夫かなと思います。ちなみにですね、僕はですね、ライカの Q2 に使いたかったので 49mm のものを買いました。一番ちっちゃいやつですね。まあ、なので一番安く済みましたね。はい。まあ、実際購入するときはですね、自分のレンズ口径ですね、見てその口径に合ったフィルターを買うようにしましょう。まあ、これはこのホワイトミストに限らず ND フィルターとか PL フィルターとかもそうなんですけども、まあ、レンズに書いてあるので、それを見て購入するようにしましょう。でですね、このフィルターの特徴を簡単に言うとですね、コントラストを抑えて、かつ光を柔らかく表現するっていうようなものになります。まあ、すごい前のレタッチの動画ですね、そのライトルームのプリセットで光を作り出すレタッチ方法っていうことで紹介したと思うんですけども、まあ、あれに結構近いですね。そのシャドウ側はトーンカーブの一番左端ですね、をクイッと上げるような形にして、フェードはかかったようになって、で、ハイライト側はですね、シャープさを抑えて、まあ、ふんわりとさせるような表現っていう形だったと思うんですけども、まあ、それに近いような表現になります。で、あとはオールドレンズっぽく、まあ、逆光で撮った時にフレアが出やすいよっていうようなフィルターになっております。で、実際ですね、ちょっとフィルターの装着前後を比べてみようかなと思うんですけども、まあ、こんな形ですね。まあ、フィルター装着前とフィルター装着後ですね、を比較してますが、まあ、これ見ていただければわかると思うんですけども、まあ、今ですね、逆光側でこれ動画撮ってるんですけども、太陽の光がよりふんわりしてるっていうのがわかりやすいかなと思います。まさにこの写りがですね、オールドレンズのような描写っていう風に言えるかなと思います。で、まあ、逆光で撮ることによって、まあ、ちょっとやっぱフレアも出るんですね。フレアも出るんですが、まあ、これが、まあ、オールドレンズっぽさもあるっちゃあるんですけども、まあ、このフレアもなんかそのオールドレンズみたいな味があるようなフレアじゃなかったんですよ、僕が試した時は。まあ、なのでこのフレアも扱いには注意かなと思います。まあ、ただですね、条件によってはそのフレアの出方っていうのも違うと思うので、じゃどういう条件で逆光を取ればいいフレアが出るのかなっていうのかは、まあ、今後検証したりとか必要があるんですけども、今回1回目ファーストインプレッションで撮影した時に思ったのは、まあ、フレアはいい感じに出るけども、まあ、なんかちょっとオールドレンズと比べたらちょっと一歩及ばずかなっていう形で思いました。このホワイトミストナンバーワンなんですけども、まあ、逆光で撮るっていうのが、まあ、おすすめではあるんですが、僕の撮った中でいいなと思ったのは、逆光ってよりかは、まあ、反逆光ですね。逆光じゃなくて、その45度ぐらいのシチュエーションで撮るのがいいかなと思いました。まあ、なんかこの反逆光っていうのはですね、まあ、ちょっと図で言うと、ま、こんな形でですね。逆光っていうのはま、わかりますよね。本当に太陽と真正面っていうのだと思うんですけども、まあ、反逆光って、それと比べて45度傾いたっていうのが、ま、反逆光になりますが、まあ、この反逆光で撮ったら結構良かったですね。まあ、その反逆光で撮ることによって、光源の付近ですね、まあ、空のあたりが、うるさすぎずですね、いい感じにエモい表現を出してくれました。まあ、逆光だとやっぱり結構空が真っ白になっちゃう感じがしたので、まあ、それと比べると反逆光いい感じだなというふうには思いました。まあ、それもですね、反逆光で撮る良い一つのポイントではあったんですけども、まあ、もう一個としては、反逆光で撮ることによって、その光源、まあ、太陽の光を、まあ、右上ないしは左上に入れることによって、写真全体の空白が減ると思ってます。例えば、反逆光で太陽を左上ですね。左上に置いて、まあ、太陽入れるっていうか、その太陽の光をですね、左上に置いて、で、それの、ま、対角線、まあ、右下あたりにですね、その主題となるものを置くと、
写真をパッと見た時に、まあ、まず明るいところを見えるので、まあ、左上を見ますと。で、そっから右下にですね、視線が誘導されるような形になって、まあ、その左から右にっていうような形で、写真全体をですね、見ることができるんですよ。で、逆に、例えばこれが逆光で撮ったりすると、まあ、その真ん中の上ら辺に、まあ、太陽っていうか光源を置くじゃないですか。で、その下に主題を置くとすると、まあ、構図としてはですね、まあ、もちろんこれ日の丸構図でいい構図ではあるんですけども、両端が結構寂しくなりがちになっちゃうんですね。まあ、もちろんですね、その逆光で、で、その下に主題を置くっていう構図も全然間違いではないですし、それもいい写真かなと思います。逆に両端が寂しいことによって情報が絞られて、まあ、特に縦構図とかだとかっこいい写真が撮れるかなとは思うんですけども、まあ、まだですね、例えばカメラ初心者の方とかは結構この日の丸構図って、まあ、無意識のうちにやられてると思うんですよ、まあ、なのであえてその対角線上にその光源と主題っていうのを置くっていうことを意識することによって写真の構図の視野が広がります。まあ、ちょっとですね、この今の話で若干脱線はしてしまってますが、まあ、そういった意味でもですね、もしこのホワイトミストをですね、使うときはですね、まあ、逆光もいいんですが、まあ、半逆光で撮るのもいいかなと思います。また、サイド光ですね。横から光が入ってくるサイド光でも撮るのもいいかなと思います。まあ、サイド光だと、まあ、逆光とか半逆光よりかは、そのホワイトミストの影響っていうのは少なくなるんですけども、まあ、光がやっぱり弱いので、半逆光とか逆光と比べると。まあ、ただ、比較したときに、あ、なんか違うなっていうのは分かりやすいかなと思います。で、ちなみに、ま、順光でも撮ってみたんですが、まあ、パッと見ですね、大きな変化っていうのはあまり感じられませんでした。まあ、もちろん、フィルターをつけているので、まあ、これのフィルターっていうのも結構、ふんわりするようなフィルター、ソフトフィルターみたいな感じになるので、シャープさは落ちて、ふんわりさは出るんですけども、まあ、ちょっと分かりづらいかなっていうような感じですね。まあ、今回僕は朝のスナップで使ってみたんですけども、その逆光でのそのポートレートだったりとか、あと花とかもいいかなと思います。まあ、実際その健康トキナーの、そのホワイトミストの商品ページの作例見ると、まあ、そのポートレートで逆光で撮ってる写真があるので、まあ、ポートレートの作例見たいよって方はですね、ぜひこちら見てみてください。まあ、これ見るとですね、僕もポートレート撮りたいなと思っちゃいましたね。まあ、あとは夜景でも試したいなと思いました。ちょっとだけ試しで撮ったんですけども、まあ、やっぱりですね、光がソフトになりますよっていうのは、まあ、当たり前なんですけども、光がソフトになってました。これからイルミネーションの季節にもなると思うので、まあ、ホワイトミストを使ってイルミネーションも撮っていきたいなと思います。で、あとはですね、もうすでに出ている、そのブラックミストっていうフィルターもあるんですね。で、それとの違いもですね、まあ、検証していきたいなと思います。で、僕は今ですね、まあ、ブラックミストは、このブラックミストナンバー5しか持ってないんですね。まあ、ブラックミストナンバー1とナンバー5があるんですけども、まあ、なので、ホワイトミストナンバー1とちょっと、ブラックミストのナンバー5比べるのはちょっとどうなのかなっていうのはあるんですけども、どうしようかなと思ってますね。まあ、ちなみにこのブラックミストナンバー1とナンバー5があって、ブラックミストナンバー5は、ブラックミストナンバー1の半分のソフト効果ですね。まあ、なので比べるならナンバーワン同士がいいかなとは思うんですけども、まあ、ちょっとここは要検討ってことで、はい。まあ、実際ちょっとこのブラックミストナンバー5、結構僕これ使ってることが多いんですけども、まあ、これについての説明、紹介している動画っていうのも、まあ、上げたことなかったので、いずれこれもですね、紹介できたらなと思ってます。はい、今回の動画は以上になります。少しでも参考になったよって方はですね、まあ、高評価、あとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。